ラムダ計算騎士団の紋章。リスプの理論的基礎であるラムダ計算を称えている。Y は不動点コンビネータを意味し、紋章の中に同じ紋章が再帰的に現れるのは再帰を意味している。ラムダ計算騎士団はリスプとスキームのエキスパートによるハッカー集団である。名前はリスプと密接な関係にあるラムダ計算とテンプル騎士団にちなんだものである。 実際には、このような名前の組織はなく、ハッカー文化のジョークとして存在しているだけである。この概念は、マサチューセッツ工科大学で生まれたものである可能性が高い。例えば、計算機プログラムの構造と解釈のビデオ講義では、ジェラルド・ジェイ・サスマンが、聴衆にボタンを見せて、これでこの特別なグループの団員になったと語っている。しかし、 ジャーゴンファイルによると、ある有名なリスパーが騎士団の気象が入ったボタンを配っていたことが知られており、そのため騎士団員であると主張する人が多い。この組織から発展した、もしくは類似したグループとして、アニメシリーズシリアルエクスペリメンツレインに東方三方騎士団という組織が登場する。その第11話では、 MIT の教授をはじめとするアメリカの計算機科学者への言及が目立つ。ある場面では登場人物が持っているデバイスにリスプのようなソースコードを表示しているのが見られる。ありがとうございます。